こんにちは。即時塾の久保です。この連休中、ちょっとね、また痛ましい事故が起きたんですよね。北海道だったと思うんですけども、ゴーカートのレース場で、えー、観客にゴーカートが突っ込んでね、で、2歳のお子さんが、まあ、そのままお亡くなりになってしまったということだったんですよ。で、ゴーカートを運転していたのが、これまたね、11歳の女の子ということで、まあ、なんと言いますかね。 通常このゴーカートとかをお客様に運転していただくためには安全管理を徹底しななければなりませんよ、ね、で仮にゴーカートを運転しているお客様が何かミスをしても見ているお客さんに害が及ばないように様々な安全策ってのを取っておく必要があると思いますしそういうのをチェックするね消防ですとか警察の許可がいると思うんですよ。それはどうだっったのかなと思っちゃいます まあ詳しくはすいません現場のこととかかりませんけども私が聞き終えた情報でしたらそのトヨタという看板でなんかさまざまなねあのお仕事の車とかあとレース場とかさまざまな展示とか催し物がそこで行われていたらしいんですよでコースのレイアウト見させてもらったんですけどもコースぐるぐる行ってる中で直線で最後ゴールに入ってくるんですけどもその直線で一番スピードの乗ったところの先に観客席があったんで これはすごく危険だなと思いましたもちろん客席から見てるとね向こうから迫ってくるまさにゴールドテープを切るような瞬間が見れるんでかっこいい迫力があるっていう風なの分かるんですけどもでもそれと機械ね安全をこういう風に軽視してしまってはいけないんだろうなと思いますしそれからだいたいそのブロックがついてるじゃないですかガードがあれがねあのコーンとプラスチックのバーだけっていうねお粗末なもので これはもう事故が起きてもしょうがないよねとそして事故が起きた時に取り返しのないになるってことはレースの主催者だったらこれ簡単に予測がついたんじゃないかなと思うんですよで当日その現場にはねあの警察もいるし消防もいるし JAF もいるし自動車学校もいるしみたいな感じでまさに安全に対してはものすごく配慮するべきプロフェッショナルが揃っていたはずなのに何でこんなことが起きてしまったのかなってことなんですよで本当にお亡くなりになりったね 小さいお子さんとかご家族ご遺族に対してもなんか心が痛むところが大きいんですけどもこれねバイクに乗っていてゴーカーとか豪華な人に乗っていて何らかの事故か故障で動かなかったんですよそのままねガーンとお子様の列に突っ込んでしまって自分がしかもそれをね事故とはいえ死なせてしまったっていうところに関してねこ,のこういう言葉は適当じゃないかもしれませんけども加害者となってしまった このね、女の子ご当人11歳の、ね、小学生の女の子ですよそれからそのご家族どんな人生になるんだろうって本当になんかいいたたまりないですよねもう徹底してこれは私は思いますけども主催者の安全管理義務違反ですよこれは主催者が厳重に、まあ、追及されるべきかなと思いましてまあなかなか綺麗にはならないと思いますけども事故をね起こしてしまったとされる そのゴーカートに乗っていた女の子にはこれはね全く罪を着せることはできないなと思いますし逆に保証してあげないといけないいいとけですよね。これからどんな人生が待っているのかもうそれを苦にね一生笑えないような人生になってしまうかもしれませんしいやもう本当に気の毒ででななならないような事,故事件ですよ。本当になんかこう痛みがまさに胸を突き上げるような思いでございました。 どうなっまあうんでしょうか、ね、本当に乗り物っていうのは人の命を奪うこともありますし人の命を、ね、救うこともあります。しっかりと使い分けていきたいですしそういったものを人を集めて主催する側としては絶対にお客様に怪が一つ負わせないような覚悟が求められているんではないでしょうか。